赤、トランスフォーム断層、茶、断裂体大西洋中央海嶺。赤い部分が、トランスフォーム断層東、太平洋海防。赤い部分が、トランスフォーム断層断裂体とは、海底地形が極めて不連続となっている崖上、溝上の巨大な海底断層崖であり、トランスフォーム断層による近くの不連続の延長上の海底に見られる。すなわち、 トランスフォーム断層の外側の痕跡部分に当たる。中央海嶺から出て、それに直行する方向に直線上に伸びる。近くの最上部地帯に当たる。太陽底の拡大に伴って伸びた亀裂であると考えられている。大規模なものは特に太平洋東部に多い。競技の断裂帯はトランスフォーム断層の痕跡に過ぎず、地震はほとんど発生しない。 いずれも大西洋中央海嶺を横切っている。いずれも東、太平洋海防を横切っている。太平洋にある、面土市の断裂帯、マレー断裂帯、クラディオン断裂帯の3つの断裂帯はいずれも、太平洋東北部に位置し、長さは3000から 4000km、垂直変異は2000から 3000m に及ぶ。面土市の断裂帯は、北アメリカ西岸の沖合から、 ハワイ沖まで東西に走る断裂帯であり、断層の延長線上に高さ1000メートルに達する崖状の地形が見られる。マラガシー断裂帯からモザンビーク断裂帯はマダガスカル島の南方で北北東南南西方向にほぼ平行に走る断裂帯で南西インド妖怪嶺を横切っている。アムステルダム断裂帯は南東インド妖怪嶺を横切っている。 ありがとうございます。